どうも、キスケです。本日はカマロゼ使っていこうかなと思います。対戦やっていきましょう。まあ使っていくパーティーは強大な敵パーティーで戦っていきます。何出そうかな何出そうか。まあクーラーは確定かな。あと1体、まあこういう感じでいきますか。でまあなんでカマロゼ使っていくのかっていうと、まあ強大な敵キャンペーン中でしょう今って。だから次強大な敵強化されるんやったら誰なのかっていうのを考えた時に、おそらくカマロゼだと思うんですよね。その使用率じゃねえ、そのボックスの入手順を調べてみると、まあ次全開覚醒しそうなのがリミテッドのブロリーなんですよね。リミテッドのブロリー、まあ順番で言うとね。ただその専用ユニークフラグメント追加されたでしょブロリーって。だからさすがにねないんじゃないかなと思ってて、パンチアザスーいいですね、バンバン出てくるね。で時点の強大な敵で言えば魔人ブーとかなんですよね。魔人ブーで、魔人ブーも専用ユニークフラグメント追加されたよね。でそういうのを考えると、その消去法でカマロゼなんですよね。わかりますかね。でリミテッドのバーダックが専用ユニークフラグメント追加されたことによって、あれなんでこれクイックアタックじゃないんだ。 OK これ出てきそうやね。バーン、だからさすがにねカマロゼが強化されるんじゃないかなとは個人的に思ってます。さすがにね。特殊カバチェンのオンパレードやな。しかも専用ユニークフラグメントの強化がないってことはどうするのかっていう、全開覚醒ですよね。だから僕の予想は、その最初はそのリミテッドのブロリーが全開覚醒するんじゃないかっていう予想したんですけど、そんなことではなさそうやね。カマロゼがするんじゃないかなっていう感じはしてます前回覚醒ね。そろそろカマロゼに何か触れてあげてほしいっちゃ触れてあげてほしいんで、知らん間に消えたでしょ今使ってみると、まあ見てわかる通り火力がねマジきつい。火力がマジでない。それがどうなのかなっていう感じはするんで、まあむずいよね。ブザマだな。クイックアタック、これ間に合うはず。パンチアザスー邪魔だ。はい、地獄を見せてやれ。最終形態クーラー、まあ落ちはしないだろうな。ですよね。通常で返して、はい、中距離打撃サンキュー中距離打撃サンキュー、びっくりマークいいね。ガンガン攻めてくるね。サンキューあざした。さあマッチングしました。対戦やっていきましょう。これもスーパーサイジンが出てくるんで、最終形態クーラーは確定ちゃんですね。対戦やっていきます。でカマロゼも動画的には確定ちゃん。あー、いやこれタピオン出すか。これでいこう。まあ1試合目で話した通り、その順番で言うと覚醒はブロリーなんすけど、であのブロリー映画の悟空も覚醒したじゃないですか。
まあだからちょっと匂わせてはいるのかなっていう気がするんやけど、まあそれは全く関係なくて、普通に考えたらさ、どれだけ土地狂ってようがさ、専用ユニフラ追加したばっかりのキャラクターを全開覚醒します？他のキャラクターをないがしろにして。僕はね、そういうのはないと思うんだよな、さすがに。だから、まあ、次強化されるんやったらカマロゼがまあ順当なのかなっていう感じはしますね。うん、順当さで言えばカマロゼが一番可能性は高いと思います。はい、すごいコロコロ変えてくるね。甘い。ヒット確認してからしっかり返していく。これね、予約圧やったら3圧まで入ります。カウント2カウント不要、強すぎる。パンチ、ほい。楽しませてもらえるぜ、遠距離打撃最強、あざす。しっかり見とるよ、射撃圧で。これで特殊カバチェン無効にして泥足2段階アップで殴っていきましょう。ありがとうございます。ライジングで。だからカマロゼが全開覚醒するとは思うね。うん、まあこれだけウルトラスーパーベジットが流行ってる中で覚醒させてどうなんだって聞かれるとは思うんやけど、まあそれでもね、パープルはそこそこ活躍できるんじゃないかなとは思ってんだよな、俺個人的に。だからね、大丈夫だとは思うんですけど、今のちょっとミスちゃった。メインアビリティでシコシコしていく、あざす。あばよ。さあ、マッチングしました。今を輝くサイヤ人パーティー。まあでもちょっと減ったよね、なんかそんな気せえへん、若干減った気するねんけど。これはこういう感じかな。うん、全キャラに対して有利属性出せるように戦っていこう。お願いします。まあせやからカマロゼとかロゼ好きな人はちょっとは期待していいんじゃないかなって個人的には思ってます。うん、わりかしね、いい線いってる予想だと思うんだよな、個人的には。通常で返そう。はい、タックルはなしか。楽しませてもらえるぜ、ユニークゲージを削るぜ。ほい、あーマジか。ほい、なんだそれ、あざす。なんかよくわかんねえや。ライジングたまったわ。よくわかんねえ。ぐっちゃぐちゃや。よし、吹き飛べ。一応ね、カマロゼも余ダメージ 60% アップとかなんか 10% アップずつぐらいもらってるんですけど、今現在もね。ただね、あんまりそのマジで火力出ないというか、なんでこんなに火力出えへんやろって不思議なくらいですね、正直。はい、タックル、オッケー、タックル、ソークアーツはダメ、オッケー。まあこれは復活フリーザで受けれるんでね。てかよう外したな今。バニシングないやろお前、それで外すとは。クイック移動でメインアビリティ、タックル、いいね。危ねえ、危なす、あざす。お返しだ。いやこれはね、ちょっと時間稼がないとまずいよ。最速いただきます。はい、さあこれは予約圧で3圧分まで入ります。俺がね、とびきり強いです。で、泥足2段階アップでしっかりアーツも引き込んでいく。はい、皆殺しだ。
まあ極出血、打撃アーツに極出血ついてるってかなりね破格の性能だとは思ってるんですよ僕はね、個人的には。だそういうのを考えてもちょっとあれだと思うんだよな。しっかり打撃キャンセル買っていく。はい、じゃあ究極アーツでおねんねしな。逃がさん、身勝手落ちていく。これ3対1で踏ん張りっていうか復活キャラクターもいるんで必殺発ぶっぱします。バニシングをよこせあばよ、対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。本日はカマロゼ使ってみたんですけどいかがだったでしょうか。まあね、そのやっぱ火力出ないっすよねあの1試合目ウルトラゴジータに対してまあ数発打撃圧ぶち込んだとは思うんですけど全然火力出ないんで、まあ、やっぱ強化してあげてほしいね。うん、で強化されれば絶対化けると思うんすよ。このゲームロゼめちゃくちゃ優遇されてるんで、でしかも打撃圧に極出血ついてるっていうかなりね性能を盛られたキャラクターではあるんで、こいつが全開覚醒すればまあ、ほぼ間違いなく活躍するんじゃないかなって思ってるんで、僕はね強大な敵キャンペーンの最後の覚醒キャラクターはカマロゼだと思います。うん、いくらの運営でも専用ユニフラ追加したばっかりのブロリーとかを全開覚醒するのはないと思ってるんでいくらなんでもそれやったら専用ユニークフラグメントもまだもらってない古めの強大な敵キャラクター、しかもリミテッドキャラね、を全開覚醒するんじゃないかなって睨んでます。よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。